はい、おそれさんでーす。ドラゴンクエスト1実況。今回は、このガライのね、町にあった、ガライの墓に入りたかったんですけど、鍵がね、かかってて、入れないんで、鍵を探すために。あと、前回のね、動画でもちょっとあったんですけども、ローラ姫が東側に連れ去られていたっていうことなんで、はい。それちょっと傷がつきました。東側に行こうかなと思います。で、今回はまあ、お話ししながらね、多分それで着くじゃないだろうかと思うんですけども、ドラクエをね、やってた時にね、一番最初につまずいたことっていうのがありまして、俺がね、小学校1年生か2年生の時に遊んでたんで、ドラクエ1のファミコン版を遊んだ方はご存知と思いますが、この状態なんですよね。左に行こうがこの状態、右に行こうが、ずっとね、こっちを睨んでね、勇者が歩いてくるんですよ。カニ歩きで、通称カニ歩きらしいんですけど、で、カニ歩きしててですね、で、今みたいにこれ、右向いてるときは右、左向いてるときは左で話したら、こんな感じでね、左に話してくれるんですけど、当時はそういう機能がなかったんですよ。じゃ、どうやって話したかっていうと、東西南北あるじゃないですか。北。上が北なんですよ。北を向いて話すとかね、南を向いて話すとか、そういう風にコマンドを話すと、っていう後に、なんかテンション今日高いのかな、俺。後に、北か東か南か西かっていうのを選択しないと話せなかったんですよ。でね、俺小学校1年生だったんですよ、多分。その時にね、北も東も、俺知らなかったんですよね。何言ってんだこいつだと。話すってやって、その後なんか出てくるんですけど、普通に話せよっていうふうにね、ずっと何をしていいのか分かんなくて。とりあえず、まあ、町の方を、こう、ラダトームですね。歩いて、まあ、人の話を聞こうと思っても、北しか選べなかったんでね、当時は。俺、何をやってるのか分かんなかったんで。で、話すっていうのがね、全く分からなかったんで、おかんと親父とおばあちゃんに、ご飯時にね、これってなんて聞いて、初めてその時に、東西南北を知ることができました。そっからね、辞書引いて、北って何なんかとか、南は何なんかとかっていう風にね、まあ調べたら、ようやく分かったっていう。はい。まあでもね、当時ゲームをやってるとね、そういうこと多々あったんですよ。おっと、大サソリ出やがった。こいつ強いんちゃうかな。あ、ミスや。マジか。例えば、おおい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 。ちょっと待って。あ、MP がないわ。薬草で回復するか。6ダメージか。おお、待って待って待って。1ダメージかよ。逃げるか。あ、ダメだ。逃げれっか？逃げれっか？おい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 。待ってくれ待ってくれ。死ぬじゃん。おお、死んだわ。ごめんなさい。大沢、すいません。おお、ベジータ死んでしまった何事だ。いやー、これはいろいろとね、ありました。その他にもう一度機会を与えよう。まあ、この王様はね、一度ならず二度三度とね、機会をくれるんで。はい、すいません。22ポイントかな。まあ、レベル上げたら、じゃあちょっと上げとくかな。やっとこうかな。はい、続けます。いやー、お金半減だわ。そうだわ。全然お金ないな。レベル4だからな。無理ですね。あと布の服なんで、無理ですね。これは無理だわ。強さは、身の回り4、守備力11か。レベル1上げるとちょっと良くなるかな。じゃあ今回レベル上げるか。しまったな。そうか。そういうこと考えてなかった。あ、ちなみにこれ階段の位置。これ今、
右側、東側にあるんですけど、実は俺覚えてるのはこっちなんだよね。左側になってる気がする。うん。多分ね。ちゃんと覚えてません。MP 回復してるよな。よし。10か。まあ、とりあえず、じゃあちょっと今回レベル上げますわ。もう5分経っちゃったな。レベル上げるぐらいまでやってみようかな。うん。まあ、例えば、まあ話ちょっと区切れちゃったんですけど、桃太郎電鉄ね。鉄道のやつ。あれで、日本の地名を覚えたり、特産品を覚えたりとか。で、まあ、あと、方角をね、知ってたんで、どっちに行ったらわかるとかっていう話も結構楽にできたりとかね。うん。あと、まあ、あと何やったっけな。まあ、俺がやってたゲームだと大航海時代2ね。1はやってないんですけど、それで世界中の地理、覚えてないんですよ。覚えてないけど、知った程度ね。今はまあ結構いろいろ言えるんですけど、当時はね、大航海時代2は、いつぐらいやってたかな、小学校5年ぐらいかな。うん。小学校5年ぐらいの時にやっ、もうちょっと後かな。中学校かもしれないね。うん、地名を覚えたりとかね。まあ、ゲームを、踏み台にして、いろいろと自分の知識を蓄えた時期がありましたね。今はそういう風なゲーム、なかなか自分で見つけられなくなってきたんでね、たくさんあるんじゃないですか。ゲームの種類が。なので、あんまりそういうのが今出会えてないんですけど。当時は、小学校時代ね、25年とか、それぐらい前は、うん、ゲームでたくさん知識を得たことがありましたね。うん、ドラゴンクエストもその一つですよ。うん、その東西南北を覚えるっていうのはね。いやー、ほんと、いいゲームでしたね。そう考えると。いい機会でしたよ。あー、さてと、じゃあレベル上がったら終わります。今日一番長いんじゃないの？ドラクエ1の実況とかで。しかし、この先ね、この先はちょっといけないな。この先行くと、おそらく大サソリ出るんで。そうか、大サソリ倒そうと思うと、銅の剣じゃ無理だな。で、あと、布の服では無理なんで、革の鎧とか、あの辺りを買わんとダメですね。この辺洞窟あったような気がするんだけど、違うかな。まだか。まだみたいですね。じゃあ、次のパートでは、またレベルとお金を貯める毎日が続くと思うんでね、しばらく。まあ何か話をしようかなと思います。次回は復活の呪文を話しましょうよ。うん。復活の呪文。もう知ってる人は何の話するか分かってると思うんですけど。復活の呪文もすごかったよな。今だとね、あれ結構簡単にできるし、まあ復活の呪文すら今ないじゃないですか。ね。まあ、その辺の話をちょっとしたいなと思います。レベル上がれ、レベル。よし、上がった。ダメだ、身の回りが上がんないな。はい、じゃあ、今回はここまでしたいと思います。強さこんな感じで。はい。これじゃサソリ倒せないの？大サソリ。はい。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。